皆さんこんにちは、大事です。えー、クライアントはクライアントの人生の専門家であるっていう言葉があって、で、まあ、なんだろうね、クライアントこそが、えー、クライアントの人生の専門家であるとかね。で、当たり前のことなんですよね。えー、私たちはもういくら何十時間何百時間聞いても、まあ、正直クライアントの人生のね、本当に何百分の一、何千分の一、何万分の一しか分かんないわけですよ。で、そこからクライアントを推測してるにすぎない。 まあほとんどの場合そんなに丁寧な仕事をしないでちょっと聞いたらなんかクライアントのことが分かったような気持ちになるでもなんかクライアントにとって本当の意味でどんなことが喜びでとかねどんなことがどんなふうにうまくやれてでどんなことがそのクライアントにとってつまずきになるかとかね何かを難しくさせるかよく分からんのですよねでクライアントがどんなふうに何をうまくやってきたかとかっていうことは全然分からないで でねねクライアントは実はは実潜在的には全部知ってるの,、ね、あの自分の人生を全部体験してきてるしまあなんか、えー、自分の人生がどんな時にねあのうまくいきやすいとかいきにくいとかねでどんなのが楽しい楽しくないどういうふうにすると自分の状態が良くなる良くならないまあいろいろ知ってるわけなんですよどういう人と相性が合わないね本当はでだから。 なんかクライアントのことを一番知っているのはクライアントだしクライアントの周りにあるものをやっぱりこう,うまく使って何かやれるのもクライアントだしで、まあ、能力の問題だけじゃないんですよねクライアントの人生生きられるのはクライアントしかいないわけでだからまあ一番知ってもいるしそれからまあもう自分の人生だから自分で生きるしかないしでそういう意味ではあの、まあ、専門家だし当事者だし、まあ、クライアントにしかできない知らないしできないことがいっぱいあるんだということですよね。 でだから本来はクライアントは自分の人生をちゃんと生きられるところがやっぱり何か何が欲しいんだとかそれをどういうふうにアプローチしていったら手に入るのかとかで、ね、どうしたら自分がいい状態になるかクライアントがちゃんとこう理解ができてないとでクライアント自身がこの自分の持ってるものとか、ね、周りにあるものをこのうまく活用しながらその目的に向かって進んでいくっていうことができにくい時があるわけですよね。でそれを手助けするのがコーチで だからコーチはなんか、えー、クライアントが、ね、とりあえずこう自分は自分でいいんだ <laughs> とこう思えてでなんか話しながらだんだんねこれ,これが目的なんだとかこれがやりたいんだとかであそうかなんかこんなふうにできてることもあるしあそうかこんなふうにしたらうまくできるんだとかねあとそうだ周りにこんな人がいたりこんなものがあったりするからこういうのとうまく連携したりとかねこういうものを使えたりするとうまく進めそうとかねあ自分がいつも落ち込む落ちるパターンってこういう感じだからあそうしたらちょっと冷静に考えてみたらこんなふうに回避したりとかね えしたらいいんじゃないかとかね。で、なんかすごい怖いと思ってここから逃げちゃうってうパターンがあったけど、あでもなんかこういうふうにしたら自分でもできるかなとか、そういうふうにこの気づいてってもらう。そのプロセスがコーチングプロセスなんですよね。だから我々はそのコーチングのプロセスっていうものをリードする専門家だし。 クライアントが少し自分の中自分の外で起こっていることが何かに気が付きながら冷静になってでそこからね本当に欲しいものその手に入れ方をこの整理していってでよしじゃあ自分でやるぞってこう気持ちになるっていうこのプロセスをですね作ってるんだとで、えー、それをねリードするっていうのの,の専門家が我々でまあ,あのコーチによってはもっとね何か教えたりとかあのトレーニングしたりいろんなことするコーチもいますけどやっぱりコーチングって言ってるベースはそこの部分なんですよね。 だからコーチングプロセスっていうのをどんな人とでもこのうまくね、えー、進めていけるようなやっぱり我々でいたいとあのいうことに向けてねなんか自らをこのトレーニングしていくっていうことが我々コーチにとって必要なんじゃないかなということですでまあこれは僕が今思ってしゃべってることで皆さんにとって、ね、あなたにとってのコーチングの定義とかコーチの役割っていうのがあっていいわけなんで。 でコーチって何をするものなのか何の専門家なのかということを明確にしてやっぱり自分のねこの専門技術というのを磨いていくと、えー、より貢献できるんじゃないかなということです。今日はね、えー、コーチとクライアントそれぞれに専門家であると2人の専門家が出会って協力して何かを起こしていくっていうのがコーチだとするとコーチの専門性って何だろうと。えーまあ、こんな話でした。参考まででそれでは